レシステンシアは、日本の競争馬。主な勝チクは2019年の阪神、ジュベナイルフィリーズ、ファンタジーステークス、2021年の阪急杯、2019年の JRA 賞最優秀二歳品馬。馬名の意味は、母の誕生国であるアルゼンチンの州都、レシステンシアから、2017年3月15日、北海道阿ビラ町のノーザンファームで誕生。 一口馬主法人、キャロットクラブから総額2600万円で募集された。立党、松下武士急車に入級。10月14日京都の新馬戦に安城武豊で出走し、一番人気に押される。道中行為でレースを進め、直線で先頭に踊り出ると最後は、キーダイヤに一馬神一、四差をつけて、デビュー戦を飾った。北村智和に乗り換わった。 ファンタジーステークスでは2番鉄一走から直線で抜け出すと後方から追い込んできたマジックキャッスルに1馬審査をつけ重賞発生覇となる続いて出走した阪神ジュベナイルフィリーズでは4番人気に押されたレースでは果敢に花を切ると2着マルターズディオサに5馬審査をつける大差で逃げ切り2006年にウオッカが記録した2歳コースレコードを上回るタイムで 無傷の3連勝を果たした。この勝利を受けて、2019年の JRA 賞最優秀2歳品馬に記者投票満票で選出された。チューリップ賞から始動。単賞をずいって4倍と圧倒的な支持を集め、レースでも楽に花を主張し、マイペースに逃げたが、スローペースでの逃げになったことが影響して最後は、マルターズディオサクラバシュドールに交わされ3着に敗れた。 迎えた、大賀賞には、新馬戦以来のコンビとなる部を安城に迎えて出走。エルフィンステークスを解消した、デアリングタクトと人気を分け合う形となったが、最終的に、単勝オッズ3.7倍の一番人気に押された。重馬場となったレースでは逃げる、スマイルカナを2番手から追走し、直線半ばで先頭に立ったものの、ゴール手前50メートルで、 デアリングタクトに差し切られて2着に敗れた。レース後、安城信は、やりたいレースはできたけど、最後は一杯になってしまった。松下は、あれで負けたら、仕方がないですね、と述べた。自走に選択した NHK マイルカップは、前走起乗した、竹豊が無敗で毎日杯を制した、里のインプレッサに起乗するため、クリストフルメールとの初コンビを結成。迎えた同レースには、 重傷に昭和体制ビジョンや戦術の里のインプレッサ同じく無敗でニュージーランドトロフィーを制したルフトシュトロームが集まったが最終的に一番人気に支持された。レース本番、コースタートから楽に花を奪うと直線に入っても先頭をキープし続けたが本場をマークしていたカチウマにゴール前でかわされ前走に続く2着に赤敗。アンジョールメールはレース後、 ああ、惜しい。と、赤配に、悔しさを表すコメントをした。5月20日、放牧先のノーザンファームしがらきで馬体をチェック、したところ、左前急節に疲労が見られ、その後の検査で軽度の骨折が判明。前治3ヶ月の診断となり、そのまま、休養入り。さらに調整の遅れから、週箇所も回避した。半年の休養を経て、マイルチャンピオンシップで復帰。 初の小馬相手に果敢に握るも発着に破れ始めて掲示板を外した。半球杯から始動。本馬を含めた G1 馬3頭で人気を分け合うも、本馬が一番人気に押された。スタート早々、スピードの違いで馬なりのまま鼻に立つと、道中は少し抑えながらため逃げの形で運んだ。最後の直線に入って、ゴーサインを出すと一気に後続を突き放し2馬審査をつけて勝利。 二歳児にレコード勝ちした阪神ジュベナイルフィリーズ以来の重賞三勝目を果たした。勝ちタイム1、19.2は阪神1400メートルのコースレコードであった。自走は高松の宮記念を選択、北村智和がドバイに遠征したため浜中春に乗り換わる。初の1200メートル戦ながら前走のレコード勝ちが評価され一番人気となり、レースは好為で足を貯めて、 直線は、ババの真ん中を力強く伸びたが、内から迫ったダノンスマッシュに、首削した。自走は、ビクトリアマイルに出走、大歌賞以来の竹豊とのコンビとなり、グランアレグリアに次ぐ2番人気となったが、先行するも、直線後続に交わされ6着に敗退した。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。母マラコスタムブラダは2014年、 ヒルベルトレレナ大賞の勝ち馬判定グラティアスは2021年、平成敗の勝ち馬。ありがとうございます。